片付けを始めると止まらなくなりませんか？はい、今週もよろしくお願いいたします。小室ゆりのゆるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所薬務庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。先週本が片付きませんというお話をしたかと思うんですけれども、まあ、本が片付かないならとりあえず片付けようと思ってで、まあ、これは取っておきたい本、これは、ちょっと横に置いておいてもいい本って選別したら、その隣に鎮座している CD たちも気になりまして、 CD たちもちょっとこう整頓をしてたら部屋全体が気になりまして、書類とかクローゼットの中も気になりだしまして、結局部屋中片付け出したっていうあるあるじゃないですか。これ一箇所手をつけたら他も気になりだしちゃったっていうね。まあ、おかげさまでちょっと断捨離できて部屋の中もすっきりしたかなと。見た目的にはそんなには変わってないんですけれども、毎日ここで作業しているとここごちゃごちゃしてるなとか、視界に入ってなんかうざったいなとか、そういうのってあると思うんですけれども、それがすっきりしたかな。はい、今週はなのでとてもすっきりとした気持ちで皆様とお話しさせていただければと思います。パーソナリティの小室ゆりです。はい、ただただ始めたら止まらないだけじゃねえかっていう、そういう話もあるにはあるんですけれどもね。ただね、処分できないものもあって、例えば書類として残している、資料として残しているものとして10年前のアンアン特集とかね、あとは自分がインタビューされた雑誌とかね、昭和50年男っていう雑誌に取材されまして、そのそれがね、あとね、6冊あって、まあ、保存用にと思って自分で買ったんですけど、こんなにいるかな。あと3、4年前ですかね、ウーマンセレンディピティという、これ日本のこれからを支える女性起業家50人というテーマで取材していただいたんですけれども、これもたくさん手元にあって、そうなんですよね、こう資料として残しておきたい書籍というものも意外と幅を占めてるなと。この昭和50年男とウーマンセレンディピティ、欲しい方いらっしゃったらプレゼントしたいと思いますのでメールください。はい、メールアドレスご紹介の前に今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは雑談サプリ、毎月5週目にある特別なコーナーです。今週はですね、後半の八雲先生との連動企画としてこのテーマで考えていきたいと思います。美人について。12月2日が美人証明の日なんだそうで、今週は美人を特集していきます。そして萩原八雲先生監修による週末の占いサプリも、美人になるにはというテーマで鑑定していただきました。12星座で占っていきますよ。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、昭和50年男とウーマンセレンディピティ欲しいよという方はメールをください。
メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com。 メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントさせていただきます。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をお願いいたします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気の向くままにゆるゆると喋ります、雑談サプリ。今週は2月の2日が美人証明の日ということで、美人についてお話をしていこうと思います。まあ、このね、美人っていう定義、概念、本当人それぞれですよね。あなたの紹介する美人さんは美人じゃないよね。そしてこの番組を聞いてくださっているそこの男性群、あるあるじゃないですか。すっごい美人の子を連れていくからね、例えば合コンとかね。俺が思ってた美人と違うっていうことってあると思うんですけれども、さて話を戻します。2月2日記念日のこの美人証明の日、栃木県足柄市にある厳島神社、平成18年12月の2日に市木島姫の御事の分身として美人弁天を建立したそうなんです。これを機に参拝者に心柔らかな品性のある美人であることを証明する日本で唯一の美人証明を発行していると。美人弁天にとっての美人とは、外見的な美しさではなく、すべての女性が持つ女性の心の優しさである。美人証明はこれを守り証明するもの。ほれ見たことか、ほれ見たことか。美人っていうのはね、外見のことじゃないんだぞ美人、美しさというものを外見だけに求めていくのは、ちょっと時代から取り残されちゃう考え方になりつつあるっていうのは、ここは認識しておいた方がいいと思うんですよね。もちろん個人差だし、そういう人それぞれの価値なので、いやいやいや、とは言ってもやっぱり見た目の美人度って大事でしょって思ってるなら、それはそれでいいと思うんですよ。ただそれを公言することによるリスクっていうのも、一方では社会的風潮としてあるよね。それこそルッキズムになりますからね。あの子は美人だ、あの子は美人じゃないって言った瞬間に、それ差別だよねってなっちゃうので、気をつけてもらいたいなと思います。じゃあ小室由里が考える美人って何か。この人美人だなって思った人が私2人いて、お一人が実は昨年お亡くなりになってしまったんですけれども、初代大食い女王と呼ばれた菅原初代さん、覚えてらっしゃいますか。テレビチャンピオンで有名になって、でそこから大食いの女王として君臨して、ご縁をいただいたのは下巻八兵衛だったかな、テレビ東京系の深夜の番組でたまたまゲストの会が一緒になってお話しさせていただいた、本当に1時間そこそこのご縁だったんですけれどもね。何が美人だったかって、初代さんインタビューの中でこうおっしゃってたんですよね。私はただお腹いっぱい食べたかったんだ、自分の体質で食べても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 お腹いっぱいにならない、この満たされないお腹を満たしたかった、それだけで大食いにチャレンジしたんだっておっしゃってたんです。この時代に女性が、私はお腹いっぱいにならない、お腹いっぱいに食べたい、大食いですっていうことって、すごく勇気のいることだったと思うんですね。で実際に初代さんがテレビに出るようになって、誹謗中傷というものもたくさん遭われてきたと思うんです。でもその中でも自分の生き方として大食いですということをご自身が認めてたっていうのが、すごく私にとっては
まあ、共感もしたし、心が自分自身でこれでいいって認められないとそれって言えない、そういうところが美人だなって思ってました。あともう一人は世界的 CM プロデューサーのシンディ・ギャロップ。脇に塗る制汗剤の CM では日本では有名かなと思います。この方が何やってるかっていうと、メイクラブノットポルノという演技ではないセックスを集めた投稿サイトを立ち上げた起業家さんなんですよ。シンディが言ってたのが、私が日本を変えてみせる、日本のポルノを変えてみせる。実はシンディと私一回お話をさせていただいたことがあって、英語が堪能に話せる友人に頼んでシンディにメール出してもらって、シンディがたまたま日本にいるタイミングで、じゃあお会いしましょうというので1時間で、シンディからもあなたが日本のポルノを変えなさいよって言われてたんですけど、そんなに簡単じゃねえよってシンディみたいにこうセックスというものを映像の世界から変えていくことはできないけれども、私は心の面から変えていく、その変えるきっかけを作るような働きはできるんじゃないかなというのは今でも思ってます。美人さんって姿形ではなく、その心のありよう、心の持ちようなんだよねっていうのは私は常々思ってて、でそれをですね、3年前に発売したパラジウム、これ私の小室ゆりのフォトブックなんですが、ここにも書かせてもらってて、でここではセクシーという言葉を用いてこの美人を書いてます。でここに書いてあることは、覚悟を持って生きている人はセクシーだよねということを書かせていただいてるんですけど、覚悟を持って生きている人ってかっこいいじゃないですか。生き方そのものがセクシーであり、そして美人さんには全員共通して言えることだと思うんです。初代さんしかり、シンディしかり、みんな覚悟を持って自分の人生を生きている、そういう人は姿形ではなく生き方そのものが美人であるということをお話ししたいと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福行き地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福行き地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリ。東京で対面鑑定が大好評、占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は十二星座で占っていきます。美人になるにはどうしたらいいの。今週は B
美人特集です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、笑顔は誰でも美人にしてくれるわ。とびっきりのスマイルでお出迎えしてあげる。おうし座、美声って耳をくすぐってくれるわね。セクシーボイスでエッチな言葉言ってあげようか。双子座、物知りな人は知的美人でいいわね。そんな子がベッドで乱れちゃうのはギャップがあって燃えちゃう。カニ座、家庭的な一面を見てドキドキしちゃうのね。お料理を作る後ろ姿そそられるでしょ。獅子座、自分スタイルで生きるって素敵よね。個性派美人の言動にそわそわしちゃうでしょ。乙女座、背筋がピンとしていると美しく見えるわよ。姿勢美人の背中、指でツツッとなぞってみたくなるの。天秤座、バランスのいい筋肉ってセクシーじゃない。筋トレ美人のスクワット眺めてみたいんじゃないの。サソリ座、お色気ムンムンな人がいいわって。フェロモン美人にメロメロにやられちゃって。いて座、発酵食品はお腹の調子を良くしてくれるのよ。腸活美人はお肌もすべすべで気持ちいいんだから。ヤギ座、ヨガやピラティスは見た目が綺麗になるわね。腰のくびれ美人には思わず抱きつきたくなっちゃう。水亀座、大人のマナーを身につけておきたいわね。でも夜のマナーは大胆にギャップ萌えさせて。魚座、ナチュラル美人って日頃の努力が必要よ。特にパートナーとのスキンシップが欠かせないわ。どう？今夜スキンシップしちゃう？占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。ちなみに八雲先生はお肌ツルツル美人です。八雲先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。この番組でもお知らせしていた2024年小室ゆり卓上カレンダー、おかげさまで完売となりました。ありがとうございました。パチ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 。物としての、カレンダーは完売したんですけれども、追加しました。デジタル版のカレンダーを発売させていただくことになりました。詳細はフレンドビレッジコミュニケーションズオンラインショップにてご確認いただければと思います。ご購入は小室より公式サイトから入っていただいて、フレンドビレッジコミュニケーションズオンラインショップ、こちらをクリックすると出てまいります。ご購入お待ちしております。そしてですね、
しばらくお休みさせていただいていた YouTube、 こちら再始動しております。 YouTube 内コムユリチャンネル、ひらがなでコムユリと検索をしてみてください。先週はですね、10月17日に開催されました全国愛妻家サポート協会発足記念パーティーの様子をお届けしております。あなたのチャンネル登録、そしていいね評価お待ちしております。よろしくお願いします。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。毎週土曜日朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなお話を伺っております。また来年の2月の11日日曜日、神戸バレンタインラブランに BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイスチームで参加決定いたしました。応援もお待ちしております。沿道で小室エリが走っていたら、ぜひ小室頑張れと応援をしてください。よろしくお願いします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。何かを深く信じれば、誰でも自分の中に大きな力を見つけ出し、自分を乗り越えることができる。日本の実業家本田宗一郎の名言です。信じること、自分を信じること、それが自信という言葉になってますよね。恋愛においてもまず信じるのは自分自身の思いなんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。この思い恩返し、この思い恩返し。探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、
8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。これからも私らしく、ああ私からあなたへ、ありがとうこの想い恩返し、強さと悲しい嘘をほんの少し、涙に流すとしたあの時、私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす見えない未来を掴みたくて、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたに欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ、ありがとうこの想い恩返し。走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。